皆さんこんにちは、タバティクッキングのお時間です。今回は定番の餃子を作っていきたいと思います。材料はこちら、餃子の皮、豚ひき肉、キャベツ、ニラ。今回ニラは3分の1束を使うんですけど、粗みじん切りにしていきたいと思います。はい、ニラのみじん切りが完了しました。次にキャベツを切っていきたいと思います。まず芯を落とします。キャベツを粗みじん切りにしていきたいと思います。切っていきます。キャベツの粗みじん切りが完了しました。次にボウルに豚ひき肉を入れていきます。生姜適量、ニンニクも適量、酒大さじ1、醤油小さじ1、塩コショウ少々入れます。この状態で粘りが出るまでよく混ぜたいと思います。すごくニンニクのいい香りがしますね。この時点で美味しそうです。いい感じに粘りが出たのでニラを加えたいと思います。ニラ投入。ニラを入れたらキャベツも一緒に加えていきます。この状態でしっかりと混ぜていきたいと思います。すごく混ぜづらいです。はい、しっかりと混ぜました。次に餃子の皮に餡をのせていきたいと思います。少しかな、溢れちゃうから、このぐらいで、縁に水をつけます。このぐらいかな。そしたらひだを作りながら閉じていきたいと思います。うまくできるかな。餃子閉じるのなんてもういつぶりだろう。久しぶりすぎてちょっとうまくできるかわかんないです。難しいね。お、いい感じじゃないでしょうか。この動作をひたすら繰り返していきたいと思います。はい、綺麗に25枚包みました。疲れたけど地道な作業が楽しかったですね。あとなんと餃子の皮7枚を重ねてビッグ餃子を作ってみました。これもどんな出来になるのか楽しみです。フライパンにサラダ油大さじ1を引きます。並べたので中火で焼き色がつくまで焼いていきたいと思います。いい感じに焼き色がついてきたので水適量を入れていきます。蓋をして強めの中火で蒸し焼きにしていきたいと思います。いい感じに蒸し焼きになったのでここでごま油を入れていきます。なんとこのごま油にもニンニクが入ってます。ごま油大さじ1、を入れます。わあ、美味しそう。いきます。
いいね。はい、完成したのでお皿に盛り付けていきましょう。お皿をかぶせて、でここでせーのでいきます。せーの、よいしょ。どうだ、あ、くっついてる。はい、いい感じの焦げ目と羽根付き餃子になりました。はい、タバティ特製餃子が完成しました。餃子のタレがあったのでタレと一緒に食べてみましょう。タレにさらにニンニクのチューブを入れたいと思います。あー、美味しそうですね。やっぱりごま油を入れることによってすごく風味がいいです。では食べてみます。いただきます。うん、あ、美味しい。食べた感想なんですけど、すごくパリパリで、あとニンニクがすごく効いてて美味しいです。後味にごま油の風味がきますね。餃子の皮を7枚付け足して作ったビッグ餃子も食べてみましょう。いただきます。うん、すごい。あ、食べ応えありますね。ちゃんと中まで火が通っててすごく美味しいです。皮を重ねることによってすごいもっちり感が増しますね。本当にビッグ餃子だけでお腹いっぱいになります。ラーメン屋で食べる餃子も美味しいんですけど、自分で一から作った方が美味しさが増して最高です。餃子気になった方はぜひ作ってみてくださいね。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。